二つの抵抗器による直列回路と並列回路、電流系と電圧系も接続されている。直列回路と並列回路とは電子回路や電気回路の回路構成である。電子部品の回路上の接続方法には直列と並列がある。二つの端子を持つ部品を樹頭つなぎに接続した回路を直列回路。二つの端子をそれぞれ互いに接続した回路を並列回路と呼ぶ。 直列回路では電流の経路が一つであり同じ電流が各部品を順に流れる。並列回路では電流の経路が分岐して各部品に同じ電圧がかかる。例えば二つの豆電球と電池を使った簡単な回路を考えてみよう。電池から伸びた導線が一つの豆電球に接続され、そこから次の豆電球に接続され、 最終的に電池に戻るという回路構成は直列回路である。電池から2本の導線が伸びて、それぞれ別の豆電球につながり、そこからまた別々に電池に戻る場合、回路構成は並列回路である。直列回路はカスケード結合、またはデイジーチェーン結合とも呼ばれる。キルヒホフの法則より、直列回路に入った電流は回路内の全部品を流れることになる。 つまり、直列回路上の各部品を流れる電流は同じである。また、全部品の電圧効果の合計は、個々の部品の電圧効果を加算したものとなる。直列回路上の全部品の電気抵抗の合計は、個々の部品の電気抵抗値を加算したものとなる。RTOTAL イコール R1R2、RN、ディスプラスタイル R、マスム、トータルイコール R1R2 クッツ R, R。 n ここで r1 ディスプラスタイル r1 r2 ディスプラスタイル r2 などは直列接続された抵抗器であるオームの法則によれば電流 i ディスプラスタイル i は以下のようになる i イコール vrtotal ディスプラスタイル i イコールフラック vr マスムトータル個々の抵抗器 ri ディスプラスタイル r i にかかる電圧は 再度、オームの法則を使って、次のようになる。vi イコール iri, ディスプラスタイル v, I イコール iri, ここで i, ディスプラスタイル i は上で求められた電流である。各抵抗器には抵抗値に比例した電圧がかかる。したがって抵抗器が2つの場合、次のような関係が成り立つ。v 1トにイコール r1r2、ディスプラスタイル、フラック、v1V v、 コールフラック、R1、R2 コイルも、同様の法則に従い、コイルの直列回路でのインダクタンスの合計は、ここのコイルのインダクタンスを全て加算した値となる。LTOTAL イコール L1L2、LN、ディスプラスタイル L、マスム、トータルイコール L1L2、クドッツ LN しかし、部品配置によっては隣接するコイルの磁場が互いに、 影響し合うことを防げない場合もある。この相互作用を相互インダクタンス M で表す。例えば、二つのコイルを直列接続した場合、全体のインダクタンスは以下のいずれかとなる。LTOTAL イコール、ディスプラスタイル L、マスム、トータルイコール。または、LTOTAL イコール、ディスプラスタイル L、マスム、トータルイコール。どちらになるかは、互いの磁場がどう影響し合うかによる。 コイルが2つより多くなると、それぞれのコイル間の相互インダクタンスによって計算が複雑化する。コイルが3つの場合、相互インダクタンスは、M12、ディスプラスタイル M、12クワット、M13、ディスプラスタイル M、13クワット、M23、ディスプラスタイル M、23クワットの3つになり、全体のインダクタンスを表す式は8種類になる。コンデンサは異なる法則に従う。 コンデンサの直列回路の静電容量は、個々のコンデンサの静電容量の逆数の総和の逆数となる。1CTOTAL イコール 1C11C21CN ディスプラスタイルフラック 1C マスムトータルイコールフラック 1C1 フラック 1C2 クドッツフラック 1CN 並列回路では、 各部品にかかる電圧は同じ大きさで同じ方向になる。したがって全部品に同じ電圧変数を使う。全体を流れる電流は、キルヒホフの法則より個々のループを流れる電流の総和である。オームの法則から電圧をくくり出すと次のような式になる。ITOTAL イコール V ディスプラスタイル I マスグ、トータルイコール V レフト。 身近な並列回路にタコ足配線がある。式を簡略化するため、並列性を表現するのに垂直な2本の平行線、ディスプラスタイルパラレルを使う。例えば、2つの抵抗器なら次のようになる。RTOTAL イコール R1R2 イコール R1R2R1R2 ディスプラスタイル R、マスムトータルイコール R1 パラレル R2 イコールフラック R 1R2R1R2 電子回路の参考書によっては、斜め線を2本用いたを並列回路の記号として用いることがある。R1R2 イコール R1R2R1R2 ディスプラスタイル R1R2 イコールフラック R1R2R1R2 全部品の電気抵抗の総和は、個々の抵抗器の抵抗値 RI。 ディスプラスタイル R,I の逆数の相和の逆数である。1RTOTAL イコール 1R11、R21RN、ディスプラスタイル、フラック、1、R、マスム、トータルイコール、フラック、1、R、1、フラック、1、R、2クドッツ、フラック、1、R、NR 抵抗、RI、ディスプラスタイル R、I に流れる電流は、 オームの法則により次のようになる。ii イコール vri, ディスプラスタイル i, i イコールフラック vr i 各抵抗器には抵抗値の逆数に比例した電流が流れるので、二つの抵抗器がある場合、次のような関係が成り立つ。i1i イコール r2r1 ディスプラスタイルフラック i1i イコールフラック r2r 1>, 1コイルも同様で、全体のインダクタンスは、個々のコイルのインダクタンスの逆数の相和の逆数で、ある。1LTOTAL イコール 1L11L21LN ディスプラスタイルフラック 1L マスムトータルイコールフラック 1L1 フラック 1L2 クドッツフラック 1LN コイル同士の磁場の相互作用がある場合、 相互インダクタンスがあるため、この式には従わない。二つのコイルの相互インダクタンスを M としたとき、全体のインダクタンスは次のようになる。1LTOTAL イコール L1L2 に、ML1L2M に、ディスプラスタイル、フラック、1、L、マスム、トータルイコール、フラック L L、L、1L、2マイナス 2M、L、1L、2から M ハット、2L1 イコール L2。 ディスプラスタイル L1 イコール L2 の場合、次のようになる。LTOTAL イコール LM2、ディスプラスタイル L, L、トータルイコール、フラック、LM2M、ディスプラスタイル M の符号は、互いの磁場の向きに依存する。二つの同じコイルを密結合した場合、全体のインダクタンスは一つのコイルのインダクタンスと、等しくなる。また、磁場の向きが互いを打ち消すようになっている場合、 全体のインダクタンスはゼロになる。二つより、多くのコイルでは、それぞれのコイル間の相互インダクタンスが発生するため、全体のインダクタンスの計算は複雑になる。三つのコイルの場合、M12、ディスプラスタイル M、12クワット、M13、ディスプラスタイル M、13クワット、M23、ディスプラスタイル M、23クワットという、相互インダクタンスが発生する。これは L。 ディスプラスタイル L 行列の逆行列の項の総和で計算される。この時の関係方程式は次の形式となる。vi イコール jli, jdijdt, ディスプラスタイル vi イコールスム jli, j,、L I、j フラック d, j, dt コンデンサは異なる法則に従う。並列回路での全体の静電容量は、個々のコンデンサの静電容量の単純な総和である。 ctotal イコール c1c2cn ディスプラスタイル c マスムトータルイコール c1c にドッツ cn 並列回路での定格電圧は個々のコンデンサのうち定格電圧が最も小さいものによって制限される。ありがとうございます。